2020明治安田生命 J3 リーグの第23節、セレッソ大阪 U23 対ガンバ大阪 U23 の対戦をヤンマースタジアム長居よりお届けいたします。さあ、それでは両チームのスターティングメンバー予想フォーメーションをご紹介しましょう。まずはホームのセレッソ大阪 U23 です。こちらはゴールキーパーが森です。そして 3-4-2-1 を予想しています。3バック大橋、西尾、西村、そして、ダブルボランチ木田と松本です。右に岡沢に入って左が吉田、そして前田と藤尾の通射道にワントップウェーリングピアスを予想しています。続いてガンバ大阪 U23 のスタメン予想フォーメーションです。ゴールキーパー石川です。そしてこちらは 3-1-4-2 を予想しています。3バック松田、タビナス、ジェファーソン、山口、アンカーの位置に柴本が入って右に高木、左に黒川、そして奥野と川崎が真ん中にいて2トップが塚本と遠山というメンバーになっています。今大橋がヘディングで合わせていきましたが、さあ高い位置で取ってウェディングピアス、藤尾のシュート、決めた。ワンチャンスをものにしました。セレッソ大阪U23、藤尾翔太のゴールでセレッソ大阪 U23 1対0と先制しました。ですがここは奪ってセレッソ前線、ウェニングピアスから、さあ藤尾翔太左足、藤尾翔太の左足はわずかにゴールの左、しかしここもチャンスを作りましたセレッソ。さあガンバは43番の伊勢が入ります。20番の高木に代わって43番の伊勢こうを投入してきました。さあここは最終ライン、西村から左、松本、ここは縦に出してシュートだー、最後松本がシュートを放っていきました。セレッソ大阪 U23 です。うまくスペースをついていきました。奥野、タビナス、ジェファソン、ここまで上がっている、細かいパスのつなぎからワンツーで使って遠山、そして川崎から前線へというところ、シュートまで行く。最後シュートまで行きましたガンバ。ここも川崎ボールを奪ったぞ。さあチャンスを迎えるか、松本がシュートまで行く。松本なぎのミドルシュートはわずかにゴールの右。さあここで奪って、今藤尾につながっていればビッグチャンスでしたが、さあ今度はガンバ左サイド、黒川が上がってドリブルで切り裂いてクロス上げていくが、ゴールでは左足、決まった。ゴールに追いつきました。最後は伊勢孝のシュートでした。1-1、アウェーガンバ大阪 U23 同点に追いつきました。途中から入った伊勢の見事な左足、このクリアボールをコンパクトに振り抜いていきました。キーパーパンチング、短いがヘディングでクリアする。さあもう一度木田、中に藤尾がいます。藤尾、吉田、動き出しを見せて藤尾翔太、フリーで打っていきましたがゴールキーパー石川ナイスセービングでした。さあそして木田からどこを選択、縦を選択した藤尾、胸で当てる、ダメなし、ジェファーソン、さあカットして、ここはシュートだー、バーに当たる、もう一度藤尾翔太、シュートだー、これは外れる。ビッグチャンスでしたセレッソ。蹴るのは柴本、ショートコーナー、黒川から柴本、クロス上げてヘディング、
最後は旅なすジェファーソンでした。ここで上田主審の笛が吹かれました。1対1の同点。今シーズン最後、そしてこの U23 のカテゴリーでは10回目にして最後の大阪ダービーとなりました。今日の試合1対1の引き分け、これで両チーム通算の成績3勝4分け3敗で一区切りをつけるということになりました。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。